おはようございます。速稼塾の久保です。今日は土曜日になります。12月5日ですね。まあヤフーのカードを持ってる方とかペイペイショップをご利用の方はですね、ヤフーのスーパーペイペイ12月5日日曜日と5日後のつく日が重なったものすごくお得な日だということでね、今日はネット通販流行るんじゃないかなと思います。私ももう結構ね注文しました。ホットカーペットね、ちょっとこの際買おうかと思ったんですけども、むちゃくちゃ安く買えますね。 25% オフですよ、私の場合は。いや、お得だなと思いました。はい、前置きはこのぐらいにしまして、1週間が終わりまして、相場の方はねもう間もなく動きを止めるんですけども、来週のために一体先週1週間の検討がどうだったのかってことを振り返ってみようかと思うんですね。大体こうトライアングル作ってブレイクするっていうふうに、こちらの方ですね、私お話したと思います。そのトライアングルってのがこういう風な感じでしたね。こういう風に来て、こういう風に来たトライアングルを形成してるんじゃないかなと。で、そのトライアングルが下の方に抜けていくのを私は感じますよっていう風にお話したんですけども、まあ金曜日はねここを抜けて、でしかもズバンと抜けるんじゃなくて一気に下の方に戻ってきましたよね。ということで方針が変更になります。どういう変更になるかというと、もうお分かりですよね。これはレンジに向かうわけなんですよ。こちらとこちら、それからこちらとこちらがちょうど符号しますよね。ということでね、このように2つの線を引いて、この間にこれからは入っていくんではなかろうかというふうに考えながら、12月の6日、7日、8日、9日、10日というふうに見ていこうかと思いますね。で、この間の、このレンジの間のね、ピップスがどのぐらいかというと、上がね、上底が113の535でしょ。で、下底が下の方がですね、下の底がいくらかというと、112円の555。主に。だいたいこんなとこですね。ですんで、ちょうど1円ぐらいの開きがあるんですよ。そうなると、何が起こるかっていうと、まあ私の考え方で言うとね、レンジ内オプションというのが効くんですよ。レンジ内オプションってのはどういうことかっていうと、何回もやりましたけども、この辺りに、ローソク足の先端が来たら、セルの方でエントリーすれば、大体取れるよと。で、逆に、この辺りに来た時は、バイの方でエントリーすれば大体取れるよって感じで、内側に内側に、反転狙いで行くってことですよね。と同時に、ブレイクも狙えるんですよね。この線を越えて、これよりも上に行ったら、しっかり行ったことを確認してエントリー。下も同じです。こういうふうな、戦略が取れるってことですよね。まあですんで、このいつものレンジオプションを、武器にですね、12月6日からの1週間を過ごしていこう。行こうかと思います。失礼しました。ちょっとね、なんかうっときましたね。早朝だからかな。はい。じゃあ今日お話しすることは以上ですね。はい。またこの仕様がやってきました。もう皆さんこれも得意になったと思いますけど、いかがですかね。まあこのレンジオプションを武器にね、12月は過ごしていけばと思います。反転して内側狙いなのか、それともブレイクして外へ大きく伸びていくことを狙うのか、どちらにしても利益が取れると思います。リスクリワードは 3.1 で構えていきましょう。ロットはあまり無理せずに設定してくださいね。私の場合は残りの日数はロット1で攻めてみようかと思いますけども、まあ資金によってはね、ロット 0.1 っていう方もいらっしゃるかもしれませんし、まあロット 0.1 からいきなりね、1とかにするんではなくて、ロット1から、0.1 からだったら 0.2 とか 0.3 というふうに小刻みにいってください。じゃあ今日の解説は以上です。ありがとうございました。